ジョン・セルデン、ジョン・セルデン、ジョン・セルデン、1584年12月15日から1654年11月30日は、イギリスの法律家、古代法研究の歴史家、中東の研究者、政治家。サセックスのサルビントンで、小さな農園主の息子として生まれた。母は、ケントの騎士階級の出身と言われる。スターのグラマースクールで教育を受け、 1600年には、オックスフォード大学のハートホールへ進んだ。初期からの講演者は、ロンドン等で保管されていた議会の記録を筆者し、要約するために、セルデンを雇った、ロバート・ブルース・コットン教である。1612年に弁護士となり、法廷へはまれにしか出なかったが、不動産上と取り扱いや、法律相談役としての腕は確かで、評判も良かった。しかし、セルデンが、 真の能力を発揮したのは文筆家、学者としてである。彼がノルマンの征服以前のイギリス文民管理について著作を完成したのは22から23歳でのことであった。これが後のアナレクトン・アングロ・ブリタニコン1615年である。1610年までにヘンリー2世までのイギリス法の進歩を扱うイングランド S。 エピノーミス・アンド・ヤヌス・アングロレム、フェイシス・アルテラ、ノルマン征服以来のイギリスにおける戦闘による裁判の歴史を調べた、決闘、または一気打ち、ザ・デューロ、オア・シングル・コンバットなどの著作がある。1613年には、マイケル・ドレートン、マイケル・ドレートンのポリ・アルビアン18編への引用と参照を含む一連の中央発表。名誉の称号タイトルズ・オブ・アナー。 1614年を出版。これはいくつかの明らかな欠陥と省略にもかかわらず、数世紀もこの主題を扱った信頼できる著作であり続けた。1617年に発表されたデディース・スリスによって、セルデンはヨーロッパにおける中東学者としての名声を確立する。それは時代に先駆けた比較方法で注目され、セム系神話の学徒に長く利用された。 主張となった十分の一税の歴史ヒストリー・オブ・タイスス1618年は検閲され認可を受けた後出版されたものではあるが、それでも国教会の司教たちの有料を書き立て、国王の介入を招いた。セルデンは数密院に召喚され、著作の中で教会の十分の一税が新受験を持つことを否定した部分を撤回するよう強制された。 さらに高等法院から圧迫を受けて仕事を制限され批判者への回答を禁じられた。おそらくこの事件がセルデンの政治活動のきっかけとなる。イギリスの大内乱が始まり、1621年の会員によって宣言された議会の権利と特権に関する決議文の作成者と目され、ロンドン島に投獄される。短い交流期間の中、監修に貸してもらった写本をもとに、 エドマー、エスヒストリーの編纂を準備し、2年後には出版された。1623年、ランカスタージッチ都市の代表として会員に入り、グランビル上級弁護士の選挙委員会の下、ジョン・コーク、ウィリアム・ノイ、ジョン・ピムの同僚となる。チャールズ一世の最初の議会では、セルデンは、議席を持っていなかったが、1626年の第2、議会では、ウィルトシャー州、 ベッドウィンから選出されて、初代バッキンガムの断崖に参加した。1628年には、ウィルトジャー州ラッチャーシャルから選出され、権利の請願の起草に参加する。1629年の会期中、国王のために不当に留保されたトン税、ポンド税への対策を会員で通過させた後に責任があるメンバーの一人だったため、ジョン・エリオット卿などの同僚と共に、ロンドン島に送られた。 ロード主教が釈放させるまでの8ヶ月に、最初は、書物と文具の使用を制限されながら過ごした。その後、ベッドフォードシャー州のレストで引退中の、著作である、デサクセシャニバスインボナディファンクタイサカンダム、レジェスブレイオラム、デサクセッションインポンティファケイテムイブレイオラムを1631年に、出版する。その頃のセルデンは、人民の党派よりは法廷に心が傾いており、 国王個人の行為をも得たようである。その著、閉鎖回論、マレ・クラウスサム、1635年は、チャールズ一世に捧げられ、王室によって一種の公文書として出版された。それは、グロティウスの自由回論、マレ・リバームへの反論として16から17年前に、書かれながら、政治理由によって発表を禁じられた文書のように、そして、 オランダのイギリス海域での漁業権の主張を前もって反爆したもののようにも思われた。1637年にジョン・ハムデンが主張した船舶税への反抗にセルデンが加わっていないのはありえないのだが国中を侵犯させるこの問題が進行している間彼はデジュレ・ナタラディ・エジェンティウム・ジャック・スタディ・セプリナム・イブレイオラム1640年として結実する 中東研究に没頭している。1640年の短期議会には選出されなかったが、母校オックスフォード大学を代表して長期議会に入った。上院から主教を除くことへの反対決議に抵抗し、この機会に使われたグリムストン教の議論への反論を印刷させた。英国国教会の教義と王権に対するプロテスタント信仰の保持、そして 新民の自由を訴える犯行に、セルデンは加わり、1643年に、ウェストミンスターでの新学者会議に参加し、ロンドン等の記録管理者に任命される。1645年に、海軍への議会派遣委員に指名され、さらに、ケンブリッジ大学のトリニティホールの主館選ばれるが、これを辞す。新民の権利について論議している、活動の間も著実は続けられ、 イギリスの男爵くらいの特権プリベリッチス・オブ・ザ・バロナゲ・オブ・イングランド1642年ディサーテイシオデアンのしばらイエコレンドリオ・ライプ・ブラキー・ジュデイッキー1644年ユダヤ人の婚姻と離婚についてのクス・アイ・ブレイカ1646年イギリス法律書としては最初に印刷されたフラタ、1647年と精力的に出版されている 1646年に彼が受けた国王の圧政による被害に対し、5000ポンドの保証金が支払われた。革命議会の独立派及び水平派の圧迫により1649年に引退。1650年から1655年にかけて、デシナドリーズへプリーフェックチャース・ジュリディケイズ・ベターム、イブレ・オラムが執筆され、合わせてロジャート・ワイズデン。 ラジャー・トイズ団教のエストリー・アングリッキー・スクリプトーレス・デセムの趣向を称号した。セルデンの最後の著作は彼がかつて書いた了解論へのオランダ法学者テオドール・グラスウィンクル、ティードー・グラスウィンクルからの講義に応えたものであった。1639年にケントクが亡くなってからは伯爵の未亡人と同性生活に入ったが正式の建婚はしていない。 ホワイトフライヤーの総員で逝去し、ロンドンのテンプル協会に埋葬された。彼の死後の1689年に筆記者、リチャード・ミルワードによって編集され、言葉のほとんどがセルデンのものであり、趣味と精神において彼自身のものであるとされる、食卓談話テーブルトークは、今日最もよく知られている著作ではあるが、その真偽は定かではない。同時大臣、ジョン・オーブリーの名刺商伝に、 セルデンについての最も早い伝記がある。セルデンは、教権と俗権の分離を支持していたことにより、カトリック側でのソッチーニ派、オランダの改革長老協会に対するアルミニウス派に近い考えを持っていたことが推測できる。セルデンが、アルミニウス派との思考が似ていると指摘されることのある、ロード主教に保護されていたことを考えると、セルデンとクロテウスの類似点にも思い至る。 当時のイギリスでも、この種の思想は、少数の知性に宿り、内乱期には、政治上の誤解を招きかねないものであった。エラスムスの友人であり、ヘンリー・パッセイに処刑されたトマス・モアやカインに、弾劾された、ランシス・ベーコンとセルデンは、行政や、法律の実務に通じた、教養人で、党派や宗教に固有である教信を嫌をしていた、共通点がある。 彼らは生きている時には等しく迫害を受け、ヨーロッパにおける啓蒙思想の伝統をかろうじて保ったとも言えよう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。